私はダチョウが好きすぎてダチョウ牧場への転職を決めた。ただの飼育員。今日は大きくなったヒナをお引越しさせます。随分と大きくなったもんだ。さあ行くよ、新しいパドックについておいで。おとなしくついてきてくれますね。お引越し完了です。広くなったパドックでのびのび過ごしてね。以上、今日はひな車でやっていることを紹介します。まずは外靴をひな車用に履き替えます。室内の温度と湿度をチェックします。小さいひながいる床の温度を測ります。火に餌やりです。餌も自家配合です。餌皿に入れます。あ、驚いて逃げちゃった。構わず入れます。たくさん食べてね。次は水やりです。タッパーに入れています。ヒナがひっくり返さないように重石を乗せます。ヒナは水が大好きです。カルシウム摂取のためにカキ殻もあげています。鬼は外、ヒナは内。あげた餌や水の量を記録しておしまい。今日はお外にいるヒナたちの世話です。餌をバケツ山盛りに入れます。気温はなんと38度、すごく暑い。餌桶に餌を入れていきます。日差しが強い。餌桶は複数箇所にあります。網戸にして風通しよく。ああ、もう私より大きなヒナたち。彼らは飼育員の身長を抜かすと途端に強気に出始めるので、さっさと餌を入れて退散しよう。集まってしまった。気を取り直して水やりをします。暑いので飲みっぷりがいい。餌と水を記録しておしまい。